ジャンフィリップ・ベロックはフランスモントーバン出身のレーシングドライバー。ベロックはフォーミュラでレースを開始し、1992年に4回の勝利の後、2度の試みでフランスフォーミュラルノーのチャンピオンを獲得した。1993年にフランスフォーミュラ3選手権に昇格し、翌年5勝でタイトルを獲得。彼は1997年まで国際 F3000。 選手権に参戦した。フランスのポルシェカレラカップで時折レースを行う、数シーズンの後、ベロクは1998年にフルタイムのスポーツカーレースドライバーになり、カレラカップでは3位になった。翌年、オレカに加入し、クライスラーバイパー GTSR で参戦して以降、クライスラーのワークスドライバーとなった。FIAGT 選手権で3位になり、 アメリカンルマンシリーズにも参戦した。2001年に彼は FIAGT のチャンピオンになり、スパ24時間でも総合優勝も果たした。2002年からベロックは FIA スポーツカー選手権でレースをしたが、フランススーパーツーリングカー選手権、FIAGT 選手権にも参加した。2006年、彼は FIAGT、オムズ、ヨーロピアンルマンで時ドライブし、 1000km のイスタンブールで LMP2 クラスの優勝を果たした。2007年、彼はルマン24時間レースではオレカのサリーン S7R をドライブした。ありがとうございます。